最後は節約や仕事が辛いとストレス発散にお金を使ってしまうだな。どれだけ儲かる仕事でも仕事が辛いとその分だけ散財してしまうのが人間だ。その最たるものがお酒やタバコ、キャバクラとかだな。仕事が辛いとこういうものに頼らざるを得ない。なるほど。つまりだ、お金を貯めるために辛い仕事を副業でやったところで、人間というのはどうせストレス発散にお金を使ってしまって結局たまらないということだ。そういうことか。ああ、大事なのはストレスを貯めずに上手に節約してお金を積み上げていくことだ。ストレスが多くかかる節約はいい節約とは言えないのだ。へえ、ガンガン節約すればいいと思ってました。違うな。ここを勘違いすると、何でもかんでも節約してストレスが溜まって発散するためにお金を使うという本末転倒なことが起こる。ほら、普段の食事は我慢して節約するけど、ストレス発散のために600円のケーキやお菓子を買うみたいなのがそれだな。それ意味ないから注意してくれ。ちなみに図書館やポイントなどをおすすめするのは、それによって大きなストレスを受けないからだ。